松尾鈴木アワー恋はあなたのおそば。そば屋を舞台に繰り広げる前代未聞の物語。豪華ラインナップでお届けする歌あり笑いありちょっぴり感動ありのコメディーショーです。お楽しみください。壁ドン。はい、松尾でございます。壁でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやはやいやはや満を持して始まりましたね、この番組。満を持しましたね、持しましたね。ねえ、こんなに持していただいて。で、早速ですが、壁ちゃん、最近あなたがハマってるものは何でしょう。もちろんこれ。ん？それはハンガーですね。これをね、頭にはめるんです。いや、それ どういうことですか。頭がね、ゆっくり回るんです。いや、ちょっと意味がわからない。はめてみて、はめてみて、松尾さん。え、何や、いや、はまるゆっくり回るわ、これ、回るわ、これ、どういうこと、これ、どういうこと、どういうこと、何ですか、これは。怒られた。松尾さん、今夜はなんだか素敵な夜になりそう。壁ちゃんが無理やりそう言うなら、そういうことでしょう。はい、なぜなら今宵の恋はあなたのおそば。そばそばすすっちゃえ、そばそば後ろ打っちゃえ。すごいぞ、楽しいぞ。天ぷらきつねに月見にたぬき、ランチでつけたいミニカレー。そば屋のカレーはそばよりうまい。カレーをおかずにカレーが食べられる。そばに謝れ。ごめんなさい。そばそばすすっちゃえ、そばそばむしろ打っちゃえ。蕎麦屋、渋谷の NHK の裏、犬ぞりあんって名前の蕎麦屋。どんなって、普通の蕎麦屋よ。見渡す限り一面の蕎麦屋よ。つかいいでしょ、私がどこから電話しようが。とにかくあんた苦情係なら苦情聞くことに集中して。ほな苦情行くで。心の中の関西人総動員していくで。この間通販で買ったハンガーの話や。テレビでな、ハンガー頭にはめたら頭回転するいうの見て、おもろいな、やってみよう思って頭はめたんや。確かに回転するね。ゆっくり右にで、あーおもろかった思って抜こう思ったら全然抜けへんねん。これリアルツクツク帽子や。こらどないすんねんこれ。うちシナリオライターやぞ。頭くるくる回しながらどうやって原稿書くねん。おいこら、わおわおわお、ガチャ切りしやがった。ねえ、
蕎麦屋に住んでる作家やからってバカにしやがって。あー回る年はもう。ちょっとやめて、何すんですか。あーまた無茶な客引きやってるわ。お、これちょうどいいや。いや、一緒止まった。やめてくださいよ。ちょっと何するんですか。どうしてさっきから僕を蕎麦屋に引きずり込むんですか。なんていうか見てくれがね、やけに蕎麦屋じみてますので、こりゃ引きずり込むしかないと。蕎麦屋じみてるって何ですか。客じゃないですよ僕。いやいや、ほら椅子に座っちゃったらもう限りなく蕎麦屋の客ですから、限りなく蕎麦屋に近いブルーですから。何ですかそれ。あのね、僕はただ蕎麦をすすりたかった。直角さん注文。へーい。なんだ、なんか変なの出てきたぞ。冷たいの、あったかいの。は？お蕎麦冷たいの、あったかいの、どっち。いりません。今ね、僕ラーメン食べてきたばっかりなんですよ。いってー。すいません、蕎麦屋でラーメンの話だけは殴っちゃいますよ ね。なんだその顔は。わかんないよもう。え、眠いの。眠い。眠たい方のお蕎麦ね。眠たいの言っちゃ。へい、ただいま。眠たい蕎麦って何ですか。うちの蕎麦はあったかいのと冷たいのと眠たいのがありますから。え、ないよそんなの。へい、眠たいのお待たせ。何ですかこれ。蕎麦柄の枕ディアス。あとこれ蕎麦柄のパジャマディアス。あー、なるほどね。蕎麦柄に蕎麦柄、うまいね。じゃあおやすみなさい。ってならないよな。ならないよな。あのね、僕これからオーディションなんですよ、体操のお兄さんの。だからその前にちょっとあの美容院にね。美容院。そば味でいい。そばから離れろ。だからね、オーディションなんです、 NHK で。そんな体操のお兄さんがそば味になんか。へい、そば味いっちゃう。そば味あるのか。そば味あるんだ。整いました。おい、私は仙道明夫ですか。これ仙道明夫ですか。学園祭に行かなきゃー。お、キツネ逃げたぞ。食い逃げ、いや食わず逃げだ。くそー、もうちょっとでそば食ってもらえるとこだったのに。どこがもうちょっとか。バカチンが。いらしたんですか砂野先生。力の限りいたわよ。さっきから目力だけでいろんなバリエーションのツッコミ入れてたわよ。ハーフーン。そりゃね、ここの店長が出前に出たまま行方不明になって3年だっけ。客足が減ってあんたらが焦ってるのはわかるけど、客を無理やり引きずり込むってあり地獄かい。この蕎麦屋はあり地獄なのかい。はあ、店長さえいればな。所詮無所帰りのおいらや身寄りのない狐は店長の柄じゃねえ。先生、大将なんでアラスカ何回出前行っちゃったんですかね。出前でアラスカ行く理由ね。こっちが知りたいわ。大将ってあの人でしょ。へえ、顔完全に隠れてるけどね。砂野さんですか。え、誰。へい、いらっしゃい。冷たいの、あったかいの。あ、じゃあ冷たいので。へい、冷たいのいっちゃおう。なんで私を。あ、頭にハンガーらしきものをはめていらっしゃるので、孫悟空じゃなかったら砂野さんかと。ってことはあんた。あ、すいません、私東京城東コールセンターテレフォンオペレーターの。はいはい、さっきのガチャ切り女か。犬塚と申します。先ほどはハンガーの件でガチャ切りをしてしまい大変。フルネームいただけますかね。犬塚幸子です。ちくしょう、逃げ足の速いタイプの仙道明穂だわ。おう、キツネ、冷たいお蕎麦、一丁上がり。お客さんだ。ぬ、あ、これ、お詫びと言ってはなんですが、羊羹です。食べやすいように剥いてきました。剥かなくていいから、電話取りなさいよ、そこのピンク電話。え？プロのテレフォンオペレーターでしょ。直接話すなんてもったいないじゃない。電話で話しましょうよ。すげえ理屈だな。さすが売れっ子先生だ。びっくり。
部長！取りなさいよ。受話器越しにお話ししようじゃないの。このハンガーについて骨の髄までお話ししようじゃないの。ドキドキする。え？どうしよう、私今すごくドキドキしている。あ、羊羹どうぞ。羊羹いらない。剥いてきたのに。剥いたのを直に持ってるからこそいらないんだな。うおー。ん？どうした？何が始まる？歌のコーナーが始まります。さあ、今宵のゲストはなんと大竹しのぶさんです。大きな拍手でお迎えください。歌うは電話が取れなくて私ボボ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 いますよ。ボボ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 。電話が取れない彼からの電話が取れない、今日もまた電話が取れない、もどかしい電話が取れない場所に設置されているから、あの引っ越し屋さん何しの間に蕎麦平らげてんのよ。あ、すいません、だってここに蕎麦があるからには。あんたが頼んだでしょうが。さあ早く取ってよ、テレフォンオペレーター。もんもん、それ羊羹だろ。若干コキにも見えるけど、これデザートです。もぐもぐやるじゃん。直角さん、この子に受話器。へい。なんでそんなに角をきれいに直角に曲がるんですか。癖よ、あの人元受刑者だから体に染みついてんの。職業病みたいなもんでさ。どうぞ。ごめんなさい、私電話恐怖症なんです。なぬ。じゃあそもそもテレオペなんて無理じゃない。せーな、このモンスターペアレンツ。ペアレンツではない。せーな、はめねえっしょ、大人が普通頭にハンガー。笑っちゃう、はめるでしょうよ。はめないっすね。だから今日会社辞めてきたんです。え、辞表はさっき会社に提出してきました。だけど最後のお詫びだけは直接お客様にしたくて、でこうやって決死の覚悟で参ったわけで。お姉さん、お名前は。いつの間にやら白い人。はい、数えで3つの頃からこの店で働かせてもらっております、キツネと申します。お見知りおきを。3歳からお仕事を。歌舞伎役者みたい。ある意味そば屋。あたしゃ赤ん坊の頃この店の前に捨てられていたんです。それをここの大将に拾われ、そばのみにて育ててもらいました。そば一筋の女でございます。ちなみに大将がキツネそばを作ってる時に拾ったからキツネって名前ね。不本意。激しく同意。ところでお姉さん、幸子って名前じゃん。言ってた、この子。やはり。ではつかぬことを伺いますが、お父上はご健在で。わかりません、父は私が生まれる前に母と別れたきり、今はどうしているのか。でも
なぜそんなことを。これをご覧くださいましな。裸デマネズミ？犬ですね。じゃなくて、なんとな、あ、私だ。私の慣れの果てみたいなのが犬ぞりに乗ってる。本当だ。そっくりそっくり。確かにどっかで見た顔だと思ったら、え？ってことは、幸子さん、この犬ぞり屋の店長、ついでやっておくなし。詳しくは物干し台で。なぜ物干し台で。詳しい話はウェブか物干し台と決まってるんで。あの子が大将のな。逃げてこい、この野郎。まったくしょうがねえやつだな、お前は。おりゃいらっしゃい。冷凍マグロのようにいらっしゃい。あ、先生、おはようございます。その頭ほっといて。はい。で、冷たいの、あったかいの。あっ、直角さん、まだ注文はいいんだ。あ、じゃあ僕オムライスで。そば屋にオムライスが、バカ野郎。はい、オムライス一丁。たまにはあるんだよ、バカ野郎。いらねえよ、バカ野郎。誰なの、この子。いや、聞いてくださいよ。こいつ、今年入った AD の田口ってんですがね、とにかく遅刻がえぐいんです。低血圧なもんで。甘えてんじゃねえよ、バカ野郎。お前、どこに住んでるっつった。群馬の。群馬。伊香保です。なぜに。当時ローディンか、バカ野郎。ああ、おめえ今日からよ、ここに下宿しろ。 NHK まで歩いて3分だ。それなら来れるだろう。部屋まだ空いてますかね、砂野先生。まあ2つ3つ。え、砂野先生。そうよ、このお方は砂の嵐先生つって、すっげえ有名な100円ライターなんだぞ。シナリオライターね。知ってます。ラスト半ズボン長ズボンまでの100マイルの砂野先生ですよね。江戸なんか知りたくないよ夏の砂野先生ですよね。ホームレス官房長官、帰ってきたホームレス官房長官、ホームレス官房長官ジェネシスなどなど。先生の作品は全部見ています。ヘレ、はあ、詳しいじゃねえか。いい子だと思う。それだけじゃねえぞ。先生は今よ、ここにわざわざ下宿して次の朝ドラを執筆中なんだぞ。ここ住んでるんですか。実はね、今書いてる朝ドラ、蕎麦屋で働く女の子が主人公なの。それで取材のためにね。どうですか先生、お筆の進み具合は。なんだかゆっくり回ってますけど。ほっといて。ストーリーはあらかたできてるんだけど、バチコーンってくるあれが出ないのよ。あれと申しますと。タイトル、それが決まれば筆が乗るんだけど。なるほど、タイトルは大変でございますからね。見ろ田口、このプロ根性。え、こんな偉い先生がこんな汚い蕎麦屋の下宿に。住みます。え、僕住みつきます。天井の裏から紙の隙間まで徐々に家を滅ぼします。シロアリか、おめえは。ここ住み着いていいですか。住み着くじゃなくて住むにしてくれない、怖いから。ほう、お前もようやくやる気が出てきたか。あ、じゃあ僕そろそろキャストさんのお迎えの時間なんで行ってきます。おっ、くれぐれも失礼のないようにな。ねえ八海ちゃん、彼誰迎えに行ったの。へえ、それが実はかなりの大物でございまして。大物？ゴニョゴニョゴニョ。確かに母が私を身ごもっている時に二人は別れたと聞いています。その理由聞いたことありますか。いえ。引き裂かれたんですよ、ご両親に。え、そうだったんですか。いつか親さんが酔っ払った勢いで話してくれました。相手の家が名のある実業家で、蕎麦屋の出前持ちとは釣り合わないって。へえ。お母様が妊娠中にもかかわらず無理やり引き裂かれたとか。確かに田舎はお金持ちだったけど、でもどうして私をその幸子だと。これを見てください。え、なんとな。昔からあるうちの守り神です。おやさんはきっとまだ見ぬ幸子さんと名前を忘れないために。どうして犬なんですか。それは犬ぞりやんだからじゃね。ああ、この犬招きが
幸子さんを招いたのかもしれませんね。昔母がね、よくいろんな蕎麦屋の出前頼んでたんです。あれ今考えたらいつか偶然お父さんが出前に来るんじゃないかってそう考えていたのかもしれない。そうか、それでか。え？おやさんがどんなに遠くても出前だけは断らなかった理由です。きっとおやさんも同じ思いだったんです。いつか出前で偶然お母さんに会えるかもしれないって。お父さん、いつか出前で会えたらいいね。あの狐さん。はい。ここでギターを弾いている人については、それは触れない方向で。了解。ちょっと八海ちゃん、マジなのその話。はい。でもなんでそんな大物がこんな小汚い蕎麦屋に。なんででしょうね。でも久しぶりの日本なんでここの蕎麦が食べたいと。え、昨日まで旅番組のロケでメキシコ行ってたそうで。おお。ああ、でも参ったな。私あの人にはでっかい借りがあるのよ。恐ろしい人ですからね。だとしても無理ですから、私に蕎麦屋なんて。いや幸子さん、この店はあなたが継ぐべきなんです。無理ですよ、電話も取れない私に。ねえねえねえ、誰あの握り拳みたいな顔した子。店長の隠し子なぬ。明日また改めて出直しますから。あっ、壁ドン。口に出して言うやつ初めて見た。ベタベタする。羊羹握ってたから。八海さん、お連れしました。来た、本当に来た。はい、じゃあお通しして、失礼のないように。はーい。あ、すいません、すいません、すいません。はい。それでは大竹しのぶ様入られます。あ、どうもごめんなさいね、お亡くなんかいただいちゃって。はあ、どなた。あの、私NHK のドラマ班にいたとき、朝ドラのよよいのよい朝で助監督をやらせていただいた八海雲慶でございます。ああ、そうでしたっけ。あの時私のちょっとしたミスに怒り狂った大竹さんに顔面に熱湯をかけられましたが、今は完治しております。私そんなことするかな。あのお方は。サングラスのおばさん。いや、あのああ、今度うちに下宿することになった NHK の AD さんです。下宿ここに。どうしよう、どうしよう、私今ドキドキする、ドキドキしている。ちょっとどいて。私シナリオライターの砂の嵐です。 あら、また土下座。もう受け止めきれない。大滝さん主演のスペシャルドラマ、うん、溝に落ちた箱板で私史上最低の視聴率を出してしまいました。あの時は本当にご迷惑を。そんな迷惑なんて。田口ぼやっとすんな。あー、なんかすいませんでした。いや、ここは成り行き上、私も。ここ土下座や。お蕎麦屋じゃなくて。私お蕎麦食べたいよ。お店長さんどこ。すいません、今店長はアラスカに。いらっしゃいませ、犬ぞり屋へようこそ。私今日から店長の犬塚幸子でございます。私は幸子、蕎麦屋の店長。突然蕎麦屋に現れた大竹さんには重大な秘密が。そしてどうなる幸子の恋、お見逃しなく。